いカステラは。おいしい。おお、いいね。はい、おじいちゃん、こんにちは。おはようございます。そうですね、おはようございます。なんでマスクをしてるんですか。はい、いや、向こう行くのに使うなぁと思って。デイサービスな、うん、かけてる。なるほど。じゃあちょっと一度取っていただいて、あららららら、大丈夫かな。あ、ごめんごめん。はい、というわけで先日は誕生日をお祝いいただきありがとうございます。いやいや、とんでもない。少しばかりけど。いえいえ、うん、で、この前、あのロケ行ってきたんだけど、うん、番組のあのそこでスタッフさんにお誕生日プレゼントをいただいて、僕が何でいただいたの。あ、重いな。重いんですよ。おじいちゃんと一緒に食べてくださいって、はい、スタッフさんからいただいたのです。あ、ありがとうございます、うん、いただきます。いただきましょう。じゃあちょっと、うん、開けます、開けます。はい、じゃあじいちゃん、これ開けてみてください。カステラじゃん、なんか、うん、取ってごらん、蓋。おお、立派なカステラだ。ああ、本物だ。偽物ねえだろ、カステラ。偽物はないけどな。オッケー、じゃあちょっと食べましょうか。切れてるようだけども大きいから。それ全部全部食わねえべ。うん、食わない。僕はまず1個いただきます。ないよ、うん、よいしょ。これは僕、これじいちゃんの牛乳。はい、いただきましょう。はい、それではちょっと待って。はい、花粉症が。はい、いただきます。はい、いただきます。どうぞ食べてください。はい、じいちゃん、左手使って、左手使って、その方が食べやすい。どうだい、カステラは。おいしい。おお、いいね。あ、美味しい、うん、カステラってこういう味なんだな。そうだな。じいちゃん、砂糖の方食った？食ったか。砂糖が美味しい。ザラメの方がすごい美味しい。ザラメが本物なんだ。ザラメが表か、うん、あ、やばい。
いいなこれな。朝食ったの？朝食った？あ、食った。食った。じゃあもう一個食っていいよ。もう一切れ食べていいよ。うん、食べる？食べれる？食べれるよ。いらない？うん、食べてる。一口でいいの？うん、もう一切れ、これはちっちゃいのだよ。いいよ、食って。食べちゃえば。うん、でいっぱいあるんだから。いっぱい。鳥だ、ほら。朝飯食べないと食べ。半分で十分か？うまいわ。十分？十分。うん、じゃあお片付け。食べていいわ。食べていいんじゃなくて、大事に食べるんです。やっちゃんにもあげなきゃいけないし。牛乳とよく合うべ、カステラは。うん、寒いのに冷たい牛乳さ、あんた大変だ。ああ、寒い？寒いよ。あ、寒かった？うん。これから死ぬほど暖かくなるよ、おじいちゃん。これから暖かくなる。すっごい暖かくなる。なるんだろうって言うとも、うん。ごめんな。寒いよな。気温を分かってあげるだって。はい、それでは。ごちそうさまでした。ありがとうございます。